か。元気ですか。寒かったですね。とっても寒かったです。会いに来ましたか。こんにちは、こんにちは。わー、こんばんは。こんにちはじゃない、こんばんは。今日は猫の日ですよ。ツイッター見ましたか。ツイッターじゃない、 X 見ましたか。いや、こんにちは。こんにちは。初訪問ありがとうございます。花菜です、花菜です、花菜です。やばい。いやー、みんなありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。似合う、やったー。イエーイ、こんばんは。さっきのリオンとテンション違うかな。こんばんは。こんばんは。わわわわわわ、バレンタインぶりですね。大丈夫っけ。あ、やばいやばい、日本語おかしい。テンション高いですか。今日はボイトレでした。ボイトレ頑張りました。でもなんか季節の変わり目でなんかちょっと風邪ひいてて、風邪はひいてないな、なんか鼻水が止まらなくて、ちょっと鼻声で調子悪かったんですけど、歌いました。楽しかったです。テンション高いね。高いですか。猫の帽子かわいい、やったー。若干壊れてません。雪が降りそうだからテンション高いのか。え、やっぱり降りそうですか。なんか寒いなら降ってほしいなって思います。お、下北ラジオ見たよ、ありがとうございます。もう緊張して、でも楽しかったです。ボイトレ終わり、あ、お疲れ様、ありがとうございます。はな、実はなんか低い声苦手で、低音苦手で、いつも低音の発声とかの時に一人だけ出なくて、ちょっと悲しくなります。声がちっちゃい頃からなんか低音苦手です。大丈夫です。でもなんか鼻水だけって感じ。花粉症なんかな、なんか今年は特にひどい気がする。なんか鼻水って感じ。鼻だけに、あ、間違えた。鼻やから鼻が鼻声、意味やから。わあ、うん、ちょうどいい気温になってほしい。なんか一昨日とかめっちゃ暖かくて、なんかパーカー1枚で過ごせるぐらいで、めっちゃ、あ、早く春になれって思いました。ソロ歌良かったです、やった。でもあれなんかクリックなくて、あーらーからね、なりました。あーから入らなかったです。トマのじいちゃんさん、星ありがとうございます。雪降ったらシロップかけて食べる。いや、あれはでももうなんか、まあここだけの話なんですけど、まあなんですけど、食べてみたくて、ちょっと夢でして、しかも降りたての雪ですよ。積もりたての降りなんで、食べないとって思って、これはちょっと食べてみたんですよ。まずかったですね。かき氷のが美味しいですね。ハートありがとうございます。チャラチャラ。
会いに来たよ、ありがとう。うわーすごい、もう花粉の時期なのか。花粉症の薬メタメタ飲んでる。病院行った方がいいのかな。でもなんか行きたくない。いつも整体とか痛めて耳鼻咽喉科行くんですけど、もう鼻からホース入れられて、この整体までこれぐらい長いやつも辛くて、もう行きません。もう行きません。鼻だけに鼻水。鼻だけに鼻水。間違えた。ああ始まってる人もいるんや。関西からやはりボケないとやばい人、ボケたくなります。こんばんは高島さん。雪食べるとお腹壊すからやめ。え、やっぱ壊すんですか。なんか出てくるじゃないですか、なんか雪を電子レンジに入れてチンしたら真っ黒でしたみたいな。分かってるんですけど、ちょっと空気中の排気ガス。すいません、ね、まずかった。まずくなかった。あでもまず、うん、なんかでも汚いって分かって食べたらちょっとなんか罪悪感しかなかったですね、食べた後。新曲夢を食べるのが夢だった、やばい。曲出しますか。花菜メロディさん、花菜ですよ。バナナ、間違えた、バナナ。ペンライト赤に決まったね。ハートの赤ですよ。ドキドキ。この唇の赤、血の赤。バラの赤、情熱の赤。いやー赤にふさわしい人になれるように、やっぱ熱々のパフォーマンスをできるようにね、頑張ります。ありがとう、ペンライト赤。なんか服屋さんとか行ってもなんか意識しちゃうんですよね、決まってから。やばい、赤にしようかな。なんかグレーとか黒とかが好きなんですけど、あれちょっとやっぱ赤もいいなって勝手に意識しちゃいますね。鼻から胃カメラ、鼻から胃カメラなんですか、胃カメラって。鼻もちっちゃい頃なんかめっちゃ簡単な手術して、その時におへそからカメラ入れました。だからデベスやったんですけど、おへそ綺麗になりました。ここだけの話、バレンタイン配信リアクションを取りに行くところが好き。じゃあ喋れないからかもしれないです、なんか語彙力なさすぎてってするしかなくなるんですよ。花菜の発音、花菜、これなんかよくその自己紹介の練習とかレッスンでするときにリサに花菜じゃないよ、花菜だよ、だからいつもお客さん戸惑ってるんだよって、花が花菜って言うから、花菜って言えへんねん、言えないのだよ、あんちょ分からん、言えないんだよって言われます。でも一生花菜で突き通します。定期公演楽しみ、待ってます。一般販売も開始しましたね、待ってます。曲数も増える、カバー曲もするから楽しみだよ。体力持つように頑張ります。あと歌も前回はちょっとひどかったんで、もうちょっと頑張ります。楽しみにしててください。赤鼻のトナカイで思いました、やばい、覚え方がやばい。真っ赤なお鼻の、あ手も赤いんで、やっぱ赤で覚えてほしいですね。鼻の手は冷え性で赤いんですよ。なんか I love you 君にの MV のコメント欄にも書いてあって、手が赤いって絶対花のことやんって思いました。手赤いです、なんでですか。赤似合う、イエーイ。やっぱバラのように
ちょっと大人な女性になれるように頑張りますね。やば、みんな赤いペンライトありがとうございます。赤のウィッグつけるしか、マジで赤にします。次の MV には赤髪になってるますかね。基本胃カメラ口から、いや人間ドックとか絶対行きたくないです。ジュリちゃんよりは語彙力あると思う。イエーイ、こんばんは、しろくまさん、会えるの楽しみ、花も楽しみ、楽しみ、あと2週間もない、1週間ちょっと、楽しみ、3回会えるよ。会いに来たよ、ありがとう。こんばんは、フル、こんばんは、フル。やばい、歌そんなにひどいと、でもちょっと自分的には納得いかなかったです。やっぱりね、もっと頑張ります。今日はカラオケ配信するの？すいません、ちょっと鼻声で、この声が治ったら絶対したいんですよ。この今日もちょっとボイトレで一人、なんか発声の時もハミングの発声の時もうーん鼻声でできなかった。猫の日、やばい、今日テンションおかしいですよね絶対。今日はコンビニのパスタ、サラダパスタみたいな食べた、めんどくさくて食べちゃった、美味しかった。改めてお手紙書きます、読ませていただきました。もうなんか泣きそうになりました。ありがとうございます。自分一回だけ胃カメラ飲み込んだことあります。やばっ、いいのよ、無理しなくても。すいません、カラオケ絶対します、花もしたいんで。カラオケ楽しいですよね、自分の曲じゃない曲を歌えるんで。カラオケします、今度絶対。メイキング動画を見て花。自分に厳しいんですかね、なんか。でも確かに自分に厳しい、なんか自分のことになったら全部なんか嫌になります。うわーうわー下手くそーって。なんかレコーディングとかでも歌った後にちょっと一回か聞きますみたいになってこう流れるわけですよ。うわー何この声って思います。なんか恥ずかしいですね。うわー直な希望。わさび入りチョコは結構か、この今年一、もう今年一はおかしいな、この数年で、数年の中で一番ちょっと苦しかったですね。結構リサ結構入れてますよあの人。チョコは普通に美味しいはずやのに、その美味しいチョコと辛いわさび相性が悪すぎて。でもなんかちっちゃめのやつ選んだんですよ花は。これじゃないやろなって思ってちっちゃめの選んで、でもちょっと怖いなって思ってちょっと食べた、3分の1ぐらいだけ食べちゃってはって、お最初は美味しいえってなって、なんかこれなんかゴロ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 してるなって思ったらめっちゃ鼻にツーンってきて、キャーってなって、その後でも食べないと申し訳ないんで、せっかくね愛情込めてわさびを入れて作ってくれたんでリサが食べないとって思って食べた。キャー結構入ってました、でもいい思い出です。次はやり返します。
対にやり返します。テンションは通常運転。そうですか、ファンレター届きました、ありがとうございます。宝物にしておきます。関西人は笑いにも厳しい。いやでも面白くないんですよ私、家族で一番。いつもしょうもないって言われます。もっと面白くなります。わあ、ひげ五郎さん、花花なだけに花、ありがとうございます。わさびチョコトラウマ、トラウマになってますか。でも安心してください、やり返すんで。まあリサポーにはまあ3月14日にまあ倍で、わさびじゃなくてまあリサは激辛得意らしいんで、まあデスソースとか入れとこうかなって思ってます。なんか唐辛子とかね、鷹の爪とかもそのまま入れちゃっていい感じに仕返そうと思います。雪見大福の何かパパ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 ダークサイドリサポン、愛情込めてわさび。いやーわさびね、わさびはいつになったら食べれるのでしょうか。でもなんか一回なんかよくお店とかでその場で吸ってくれるわさびみたいなやつはなんかちょっとは食べれたけど、多分チューブのやつやからめっちゃ辛かったです。わさびに愛情がこ愛情こもりすぎてもマジで辛かったです。ファイトデーで倍返しとか、リサポン倒すぞ、おー一回リサポンの苦しんでる顔見てみたいんで、やっぱり仕返そうと思います。よし、倍返しします。デスソース入りクッキー、激辛得意はマジで強敵なんですけど、やっぱりどこまでいけるか、やっぱりデスソースまではちょっと無理なんじゃないかなって思うんで多分それです。めっちゃ多分それ、あれめっちゃ美味しそう。なんか肌 ASMR とか大好きなんですけど、 ASMR 見ながら寝落ちとかよくしてるんですけど、めっちゃ出てきて、うわー飯してろ。夜中に寝る前に見る ASMR はほんまに飯テロでお腹が空きます。雪見大福今週から販売、あのマカロンアイスはねもう終わりそうなんで、次は雪見大福です、ね、食べます。ブログでも書こうかな、雪見大福で。ハートありがとう。かなりむずいと思う、やばい、やっぱ難しい。リサを倒そうっていうのが今年の目標でなかなかの強敵で、やっぱり早食い大食い激辛、結構食べ物に関してはリサがやっぱりこのグループ引っ張っていってるので、リサに勝つことは難しくて、どうやったら勝てますか。リサは何が苦手なのでしょうか。からしとか、いやわからないな。倍返し企画ホワイトデー配信します。リサ読んで、ちょっとここにちょリサちょっとホワイトデー作ってきた愛情込めてお願いします。でここで飲み物なしで食べてもらいますね最悪。激辛ラーメン屋さん、え、あとルチャさんもルチャも連行するか。激辛ラーメン屋さん YouTube とかでやってほしいな企画。あ、メイキング見ましたか。皆
ましたか。久しぶりのねメイキングで花もうわーってなって見ました。そしたら芋すぎて辛かったです。もう自分がなんか顔が違うかった。あの矯正したんで歯が前に出てるんですよ、まだその時。今は矯正途中なんですけど、歯がもう歯って感じで、花の顔がちょっと見てられなかったですね矯正してよかったなって思いました。ちょっと本当に見てられなんか、髪の毛もなんかないみたいな、首にもついてないみたいな感じで、どういうことって思ってたんですけど、やっぱりどのアイドルさんもメイキングってちょっと幼いじゃないですか。でもちょっと自分ちょっとやばくてびっくりしましたね。オーディションの時とか、オーディションで三次審査で東京に来た時とか、なんか写真今見たら、えみたいな、えって誰ってめっちゃ思い出し、えってなりました初期の頃ですね。あれはまだジュリもいないし、メイキングちょっと前だけ、もうびっくりで、ね、歌レコーディングだったじゃないですか。今回は未完成スターライトの制作で、えみたいな、レコーディングもえみたいな、歌下手すぎんかみたいな感じだったんで、ちょっとは成長してるな、見た目も歌もみたいな思いました。だからもうこれから1年後 もうこの配信を見てえってなるんですよね。えって歯が歯ってか、そう歯はあ、前バーンって感じ、ちょっと辛いです。三次審査までやったのかでも三次審査の時に結構緊張して初めての東京、初めてではない、やばかったですね。もう緊張って、うおーって、ダンスと歌を披露しました。最終審査はズームでした。矯正は知らなかったわ。高校1年生の途中からして、そっからもう一回歯抜いてしてました。だから未完成スターライトのあのやつとかも、歯がめっちゃ抜歯した歯の間がめっちゃ空いてて、頑張ったなって思いますこれからの成長、本当にこの2025年の猫の日にはフルマツ花はどうなっているのか本当に楽しみですね確かにそっから未完成された。お、めっちゃ髪短くないですか。びっくりしました。あれ多分夏ぐらいなんですけど、夏なんですけど、えみたいな、首についてないやまずみたいな、びっくりしました。髪伸びました、そう考えたら今全然わからんかった。マウスピースなんですよ。いい、だから今はつけてないんですけど、つけます。あともうちょっとで終わります今何分？あと5分。髪伸びましたね。どっち派ですか、ショートかボブ？私は分かりません25分、ありがとうございます。ありがとうございます。25分、早っ。これから結構でも花も配信するので、次の配信は絶対カラオケするので、歌ってほしい曲とかあれば全然答えます。絶対歌います。次は絶対歌います。
来てほしいです。セミロング派、セミロング派やばい、何年かかるやろ。ハートありがとうございます。うわ、なんか泥棒の盗んだ巾着みたいな、ありがとうございます。スクショタイムやって、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、いきます。はい、ありがとうございます。カラオケ配信楽しみ、マジで楽しみにしててください。楽しみです。次も見るよ、やった。お願いします。ボブもショートもどっちもいいです。やったー。ありがとうございました。ちょっと待って。はい。13位、海ぶどうさん、ありがとうございます。12位、セリちゃんさん、ありがとうございます。11位、T ドームさん、2017。これ2017って言うんかな、私分からん。ありがとうございます。10位メロウィさん、ありがとうございます。9位キトさん、ありがとうございます。8位アロマさん、ありがとうございます。7位ヒゲゴロウさん、ありがとうございます。6位ナベネコペロリさん、ありがとうございます。5位ユキナさん、ありがとうございます。4位アンちゃんさん、ありがとうございます。3位トーマのじいちゃんさん、ありがとうございます。2位ひきごもらさん、ありがとうございます。1位いとくんさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日は猫の日でした。TikTok も X も見てね、あげたよ。次はいちかですね。今日はリオン、花、いちか、ほぼリレー配信ですね。じゃあ次はいちかのショールーム配信へ皆様ご移動ください。本当にありがとうございます。花声フルマツでした。花声花菜でした。ありがとう、にゃー。次は歌うよ、にゃー、バイバイ。いちかの方に行ってね。あ、 TikTok 見てありがとう、バイバイ。じゃあ園田いちかの部屋へ。